シクアッチー軍はアメリカ合衆国テネシー州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は14,112人であり、2000年の11,370人から24.1%増加した。軍庁所在地はダンラップ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。シクアッチー軍は ジョージア州にもまたがるチャタヌーが大都市圏に属している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は266平方マイルであり、このうち陸地266平方マイル、水域は0平方マイルで、水域率は0.07%である。宿圧地側が、軍内の北東から南西に流れて、かなりまっすぐな流域平野を作り、軍域を二分している。 シクアッチーバレーは侵食された敗者であり、東のグレート、スモーキー山脈を形成する山岳部と東テネシーに典型的な谷と尾根の連なる地形に関連している。シクアッチーバレーの西はカンバーランド高原と呼ばれ、東はウォルデンオネと呼ばれている。シクアッチー群はシクアッチーバレーと同義のようになっており、ダンラップ市とシクアッチー群は東部における ハンググライダー首都と呼ばれる。これは大変活動的で人気もあるハンググライダーの教会であるテネシーツリートッパーズがあることが大きく寄与している。アラバマ州北東部から中部テネシーに走るシクアッチーバレーはこの動力のない飛行体に特徴あり公的な飛行条件を提供しており、ジョージア州北西部やアラバマ州北東部まで飛行することもある。 スリートッパーズの有名な放射状発信路、別名ハンソンズ・ギャップは、バレエの東壁にあって、シクアッチー群中央部を見下ろしており、多くのハンググライダー競技会が行われる場所である。世界中のスポーツを愛好する人々にとって人気のある観光地である。人口ピラミッド以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。シクアッチー群には、 ダンラップ市にある統合された教育体系がある。この体系は教育監督官と選挙で選ばれる教育委員会とともに運営されている。幼稚園生から4年生までの小学校1校、5年生から8年生までの中学校1校、9年生から12年生までの高校1校がある。ありがとうございます。